はようございます。ここのシドニーバックパッカーズ1泊15ドル、もう最安値なんですけど、ここに9日間泊まりましたね。今日の夜はここから1時間ほど離れたところに泊まりに行かせていただいて、明日出張靴磨き行くんで一旦チェックアウトします。また来ました。Yeah, how are you? Everybody says, oh, the shoes. Good, thank you. Nice to see you. Here. Hi. Hey, hey. How are you? I'm good. Good, bye. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Lemons first. Put the minor party second. すごい。昨日また来ますねって言ってたおじさんがいるんですけど、どうせ来へんやろなと思ってたんですけど、ほんまに4足持ってきましたね。多分台湾人か中国人の人、4足行けたら行くわって言って小屋の人が、もう大阪人よりも当てにならないんですけど、オーストラリアの人はほんまに4足持ってきよった。心込めて磨かせてもらいます。オーストラリアシドニーに来て、ちょうど8回路上靴磨きやって35足も磨かせていただきました。台湾では1ヶ月かけて34足磨いたんですけどね。まあその時は移動あちこちしたりしてましたけど、それでもやっぱりオーストラリアはまだ靴磨きしやすい国なような気がしますね。待ってても来てくれる人は来てくれるし、実際に1日、まあ、出張靴磨きとかもありましたけど、1日3足くらいはコンスタントに磨いてるんでね。いやでもやっぱりそこに居続ければ居続けるほど固定客も増えてくるし、口コミで広がっていくんで、稼げるっちゃ稼げるんですけどね。今日だって3時間で100ドルくらい、99ドル稼いでるんで、居続けることの大切さが出てますね。
でも僕は靴磨きトラベラーなんで移動します。一つのところで成功体験ができたら移動しますよ。まあ今日は明日ちょっと出張靴磨きに呼ばれてるんで、これから電車に乗って1時間ほど離れたところに行くんですけど、また帰ってきてすぐにメルボルンの方に行こうかなと思っております。靴磨きトラベラーなんでトラベルしますよ。こんばんは。はじめまして。ありがとうございます。総称と言います。はじめまして。この2つだけで移動してます。いやちょっとこっちの方が寒いですか。寒いですね。ちょっと標高が高いんですよ。なんか、結構地図で見たら森の中、山の中みたいな感じで。山です、山です。これは映らんか。映るギリ。映らないか。星を映らんすね。あの南十字星。Where is the Southern Cross? Well, that's the two pointers. Yes. The Southern Cross is there. あ、本当。久々に。